ゲームファイト。マックスブラです。ゲームファイターです。はい、今日はですね、ゲーム祭で初めて紹介するゲームの紹介しようと思ってやってきました。タイトルを言え。クロノドラゴン。どんなゲームなんだい。これですね、かなり本格派のアクションゲームです。アクションゲーム。はい、もう見ていきましょうよ。早速見よう。これね、見ればね、すぐね、動きいいっていうのが分かります。これは初回起動かい。チュートリアル。そう、チュートリアルですね。チュートリアルが一番画面として豪華なんで、わざわざ、ね、この紹介のために一つ端末用意して、これですね、上から見下ろす視点でキャラクターを移動させて、ペコペコペコ動いてる。そうですね、結構右下にまず十字キーで移動して、で、回避ボタンとか使って回避して、で攻撃ボタンで敵を攻撃と、でスキルボタンで大技を出すみたいな。まあまあまあ、おこの手のゲームとしては操作性はオーソドックスなんですけど、まず僕が押したいのは横画面ということ。結構僕ね、横画面じゃないと手で隠れたりしてあんまり気持ちよく操作できないことが多いんですね。たくさん出てきた。そう、そしてこのスキルの派手さですよ。結構ね、最初の方のスキルでも派手に戦うんですよ。ね、うわっ、敵めっちゃ出てくる。てかかっこいいな。おお、そうなんですよ。すげえ。音結構気持ちよくないですか。もう音がね、良くないとやっぱりゲームって気持ちよくないじゃないですか。ボイスもある。そうそう、ボイスね、これもともと海外のゲームだったんですけど、完全日本の声優でね、吹き替え直されてるんですよ。あ、これ海外のゲームも日本でローカライズした配信みたいな感じ。そうですね、そうなんですけど、もうでもとにかく、ね、グラフィックも可愛いし。そうなんです。なんか全然洋芸っていう感じしないね。そうです、洋芸というよりも韓国のゲームなんですけどね。はいはいはい、はい、きっちり日本向けに作り直されてる感じで、あんまりモンスターとかもなんか独特のなんていうか日本的じゃないなって感じがしないんですよ。しないね、全然しない。はい、まあそもそもね、ボイスがちゃんと日本の声優ですからね。敵でかい、敵でかい、敵でかい、敵でかいですよ。超でかい。うわっ、おお、やばい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 、なんか来てる、なんか来てる。敵の攻撃来るときに赤い線あるじゃないですか。大技が来るときに必ずちゃんと赤い線が見えるんで、やばいやばい、逃げろっていうのができるんですよ、ちゃんと。これなんか突然わけわかんないところから攻撃飛んできたら嫌じゃないですか。はいはい、そうだね、そうだね。そういうのがちゃんと予告されるんで、なんか理不尽な思いをせずに楽しくアクションゲームできるっていう。おーしゃ、でかっ。そうなんですよ、これね、巨大モンスターとかすごい多くて戦ってて超楽しい。ちなみにこれ3人まで同時に協力プレイできるんですけど、うん、マジ。はい、もうね、3人っていうのがまたいいんですよ。また3人協力プレイするには少しゲーム先に進めなきゃいけないんですけども、各職業、3つの職業がありまして、ほうほう、自分ウォリアーっていうのをよく使ってるんですけど、それ以外にもアーチャーとか3つの職業があって、その3つの職業が役割分担しないとボスをちゃんと倒せないように結構本格派のアクションになってるんですよ。へー、ボスを、おっと、ここ飛ばしちゃいますよ。内緒なのね。内緒じゃなくてもう戦いたい。うん、飛ばしちゃえ、行きます、飛ばしちゃえ、飛ばしちゃえ。巨大ボスと戦いたい。さあこの後どう。でかっ。そうですね、そうだ、ボスはここでちょっとやり直しで、ウィザードウォリアーとアーチャーどれか選ぶんですね。僕普段はこれ、今のいいんですかね、今のいいんですかね、アップル的に大丈夫ですかね。てか超可愛いな。うん、結構可愛いですよ。これウォリアー。そうです、アーチャー。これです。あ、すげえ。でちゃんとヘアスタイル変えたりとか、この流れでキャラメイクするの、うん、そう、めっちゃかっこいいやん。いいんですよ、めっちゃかっこいいやん。入りがかっこいい。ちょっとね、僕いつもウォリアー使ってるので、アーチャーあたりはどう。アーチャーあたり行ってみますか。あ、いいじゃん。あ、ポニーテールいいんですよね。いいじゃん、いいじゃん。ちなみにアバター機能っていうのもあって、少し結構進めると着せ替えとかも楽しめるようになります。じゃあこれでいっちゃいますよ。いいと思います。という感じで、キャラクターを選択して進めていくっていうオーソドックスなアクションなんですけど、まあね、面白い。何が面白いっていうのはちょっと、あ、ロゲン方式、ちょっと理屈っぽく説明していいですか。え、うん、説明してもいいけどちょっと進めようよ。いきますよ、じゃあ進めながら説明します。こうイラストも結構可愛いんですけど、可愛い。ちなみにこれクエストを進めていって、どん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 ストーリーを進めてって形で、最初はボスがあそこにいる、います。ちゃんとストーリーがあります。へえ、絵もいいね。そうなんですよ、絵結構ね、かっこいい、かわいいというか。ストーリーはね、見てくださってる皆様、そうですね、自分のお楽しみということでスキップしましょう。スキップしちゃいましょう。これ何がいいって、まあ、さっき言った通りアクションの音もいいし、
バランスもいい。3人でマルチプレイして役割分担しないと戦えないようになってるんですよ、ちゃんと、はいはい、マルチプレイは、ね、うん、そうですね、戦えないって言うと語弊があるんですけど、最高ランクでクリアしようと思うと、マルチプレイはちゃんと役割分担しなきゃいけないと。てか可愛い、可愛いですよ。女のキャラクター可愛いんで、アバター機能が追加された時に楽しいですよ。いいじゃん、いいじゃん。で最初はスキルとかあんまりないんで、こんな感じの最初の戦いで、でも全然いい、全然いい。すぐになんか強くなります。このゲーム進めると、あのレイドっていうのがあるんですね。レイドハンティング、はいはい、レイドね、みんなで、はいはい、みんなで戦うやつなんですけども、でそれでこのゲームの最高レア度が5なんですよ、うんうん、武器とか、うんうん、レイドからなんと星5とか出ちゃうから、普通に誰がやっても最強の装備が揃うっていう。ほー、しかも結構あのなんかイベントで手に入る星5とか、星5なんだけど威力が弱いとか結構あるじゃないですか。そういうんじゃない、倒した、ちゃんと星5のものが手に入る。強い、やばい、サクサクってやって気持ちいい。でもアーチャーええな、いいですね、かわいいな、かわいいし強いし。さあスキップだ、さあスキップだという感じなんですけども、はい、このゲームを、はい、11月の13、14、27時間にわたって行われる、ね、アップバンクゲーム祭り、で紹介します。なんと声優さんがやってきます。マジで声を依頼てるクロノスっていう声優のメンバーが、あのユニットがあるんですけども、その石澤美香子さん、小高萌美さん、中野沙衣真さんの声優ユニット、3人の声優ユニットなんですけど、ゲストにやってきて我々とレイドバンハンティングで対決します。すげえ。もちろん結果によっては視聴者の皆さんにいいものがプレゼントされるという感じになってますので、でこれ面白いんで、まずプレゼントされる前に皆さんゲーム祭りの前にダウンロードしてチュートリアルとかを終えて、その状態で迎えてほしいなと。ちなみにレイドハンティングっていうのは2章の15話をクリアしなきゃいけないんです。結構先なんですよ、参加するのは。でも普通にやっといていただければ、そのいい嬉しい展開っていうのは多分皆さんの元に届くので、ぜひあのまずはちょっとプレイして、うん、ゲーム祭りの日を待っていただきたいと。はい、はい、了解でございます。概要欄にダウンロードリンクと、ね、あとはゲーム祭りのニコ生のリンク入れておきますので、はい、どうぞタイムシフト登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではということで当日、はい、クロノドラゴン、クロノドラゴン一緒に楽しみましょう。はい、これ本当に面白いんで、やり込み派の方はガッと進めてレイドハンティングまで行ってしまって、星5武器を手に入れて待っててほしいですね。ちなみに僕も手に入れました。おー、はい、はい、じゃあ本日は以上でございます。以上です。さよなら皆様、ご視聴ありがとうございました。マックスフライチャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。